リンネルチャンネル。今回はお家で仕込んでいけば、なるべく簡単に美味しくなるということにこだわりました。まずサルサベルデなんですけれども、これはイタリアンパセリをベースにした、グリーンのソースなんですが、ゆで卵の黄身を入れることが多いんですが、ちょっと熱いということで黄身の濃厚さを省いたさっぱりとしたソースになっています。で、魚介のほかサラダとかにも使えるソースになっています。アリッサソースはクミン、コリアンダー、通常はチリパウダーという辛いスパイスが入るんですけれども、今回はパプリカパウダーにして、お子さんでも食べやすいようになっています。これは、すごく香りが高いので食欲が落ちた時なんかにもすごくぴったりですし、お肉料理全般や焼き野菜などにも相性のいいソースになっています。今日はスキレットを使ってハンバーグを焼いたんですけれども、通常だと1人ずつのハンバーグに、成形していきますけれども、アウトドアとか大人数で食べるときは1つのハンバーグでみんなで切り分けて食べるとワクワク感も出て楽しいかなと思います。スキレットは今日ハンバーグで使いましたけれども、それ以外に唐揚げとかあとは餃子なんかにもすごく相性のいい道具になっています。自分で育てていくお鍋って言われてまして、使い終わったらなるべく洗剤は使わないようにしてたわしなんかで洗って空焼きしてしっかり水分を取るのがポイントになっています。今日はアジをヨーグルトでマリネしたものとアボカドをサラダ仕立てにしました。で、ここで活躍するのが先ほどご紹介したサルサベルデになるんですけれども、パセリの香りのいいところとあとは酸味が効いたところがアジを引き立ててくれるようなソースになっていますので、これをかけて一緒に召し上がっていただければいいなと思ってます。アジは、お家でヨーグルトでマリネして保冷したまま、キャンプとかにお持ちいただいてもいいと思います。ヨーグルトにつけておくことで保存性が高まりますので、そのままお刺身で持っていくよりも、おすすめになっています。Thank you.
デザートに今日はメスティンを使ってチョコバナナプリンを作りました。これはあらかじめバナナを冷凍しておくことでゼラチンが固まりやすくなりますので、混ぜてるうちに固まってしまうという、お子さんとも一緒に作れる、デザートになっています。でお家で、作っていただいた後すぐに食べない場合は冷凍庫でシャーベットにしていただいてもいいですし、冷蔵庫でしっかり冷やしてから食べていただくのもいいと思います。メスティンは割と汎用性の高い道具になっていまして、ラーメンとかあと炊飯もできるので、だいたいお米2合分ぐらいまでは炊き上げたりすることができます。主にハンバーグとあとメスティン の, そのチョコバナナプリンなんですけれども、みんなで作って楽しくなるっていうのが一つテーマにありまして、大きく作ってみんなで分けるとか、あとは、かき混ぜているうちに固まるとか、なんか驚きがあるようなメニューをいつも考えながら作っています。で実際にチョコバナナプリンは作ってるうちにみるみる固まっていくので、一緒に作ってくれるお子さんがすごく喜んでくれた覚えがあります。今回のメニューなんですけれど、アウトドアで自然の中で開放的な気分で食べたらより一層美味しいんですけれども、もし行けなかったとしても家で窓を開けて外の風を感じたり、アウトドアの道具を使って、食事をすることで、いつもとは一味違うワクワク感が感じられると思います。